こんにちは、ライムです。今回はスイカ割りイベント、ダークロード初のですねイベントが今回実装されたわけなんですけど、8日目だね、配信から8日目にしてついに初イベントで、こちらのスイカ割りイベントの、攻略、あとそれからミッキーの性能解説していきたいと思います。はい、まずですね、期間がこれ1ヶ月たっぷりあります。ただね、これミッションから王様ゲットっていう内容なんだけど、この後ね、ミッションボードを見ながらお話ししていきますが、結構鬼畜なんだよね。なかなかの鬼畜具合なので。で、このイベントの概要としては、エネミーの雑魚敵であるウォーターメロンで、それからボス敵である、ヒュージウォーターメロンっていうのが出てきて、そいつらを倒すと、ミッションが埋まっていくんですけど、そのミッションボードから王様をゲットするっていう流れ。だからこの王様自体が直接ドロップするっていうわけじゃないので、その辺はね、要注意、しっかりミッションを確認しましょうっていう感じ。はい、で早速ですがちょっとミッションボード見てみましょう。ちょろっとやってみたんですよ、僕も。一応ね、400体雑魚敵で400体買って、ここまで手に入ったっていう感じなんだけど、これね、合計討伐数がえぐいんだよね。例えばこのスイカ割りイベントのミッションすべて、このミッションボードコンプリートしたいなということを考える方だったら、ここ見るとわかるんですけど、なんと合計1万体撃破。これはおかしいよ。桁一つ間違えてねっていう。これは半端ないでしょ。さすがに1ヶ月っていう期間が、あるにしても、これはちょっとやりすぎだなって思う。せめて3000体とかじゃない？さすがに1万体はやりすぎだよね。これはやばすぎだと思う。で、雑魚敵は1万体倒す必要があるんだけど、ボスね、このヒュージウォーターメロンは、これミッション2つしかなくて、この、まず1体撃破で1枚王様もらえて、もう1つこれ、100体なんだよね。だから、単純に100周すれば、埋まるミッションボードなら良かったんだけど、そう、100回ね、ヒュージウォーターメロン、このボス倒したとしても、埋まんないんだよね、このミッション。雑魚敵の数が多すぎて。こっちが1万体なもんだから、そう。1000体分なんだよね、要するにヒュージウォーターメロンは。必ずこの100周は最低限するっていうことなんで。だから、このボス敵に数を合わせなかった意味がよくわかんないんだけど、そうそうそう、このヒュージウォーターメロンに数を合わせるのであれば、1000体くらいが、落としどころだったのかなっていう気がするんだけど、なぜか1万体？これはやりすぎでしょ。どう考えてもね、どう考えてもやりすぎだと思います。だからね、これこの後ね、王様の性能解説しますけど、王様、そんなに、いらないなって方は、そんなに無理しなくても大丈夫な程度なので、その辺をね、ちょっと加味して皆さんね、しっかりやるかどうかね、考えてほしいなと思います。はい。で、実際この王様がどれくらいの強さなのかっていう話なんだけど、カード詳細で見れるわ。はい。こんな感じの性能なんだよね。これが弱物理攻撃で、威力が元々の攻撃力が5なんだよね。だから、一応このゲームのランク分けとしては、3つかな、大きく分けて。弱、中、強っていう3種類の、強さね、今のところ分かれてる感じなんだけど、そのうちの一番下になってるんで、何もデッキにカードを装備してない状態のよりは強いんだけど、ただそれでも威力5だから。で、もともとがこの威力で、強化していくことによって、プラス1ずつね、威力が上がってきます。で、最大でね、プラス9からプラス10の時に、何のカードでもそうなんだけど、跳ね上がるんだよね、最後にボーナスみたいな感じで。で、最終的にはこのミッキーが10枚集めると、10凸だね、要するに。10凸すると、威力24になるみたいです。はい。威力24、プラス10の威力24になれば、そこそこ強い、中くらい？中以上か。中以上の火力にはなるのかなっていう感じはあるんだけど、例えば今僕のね、デッキで見てみると、これ中威力のティーダが、プラス8の状態でもう威力30なんだよね。
これ見るとね、まあ、当然ながらあのミッキーはあくまで配布メダルなので無課金の方でもあの課金者の方でも関係なく手に入る一応カードっていうことになってるんで、まあ、そこまで強くはできなかったっていうのは分かるんだけど、まあ要するにこのアブーとかとね一緒、強さ的にはアブーよりちょっと強めぐらいか、うん、プラス6でアブーが威力9なんでアブーよりは若干強いかなぐらい、まあそれでもね今プラス2で威力7ですけど、正直そこまで価値はないよね、その報酬と労力が見合ってないというか、うん、そうまでして周回して得られるカードとしてはちょっと弱めかなっていう感じがします。だからこれ本当に欲しい人はあのまあ無課金勢で完全にあのガチャにジュエルとか全く使えませんみたいな人だったら嬉しいと思うんだけど、ただこれからねちょっと攻略もやっていこうと思うんだけど、めちゃめちゃ強いんだよねヒュージウォーターメロンが。だからそうプラス10にあのこのミッキーをプラス10まで持っていける人は最低限フュージウォーターメロンを100体倒さないといけないっていうね感じなんですよ。でフュージウォーターメロンが倒せないとプラス7止まりなんだよね、数的にプラス7っていうと威力的には威力12になるのかな、多分威力12ぐらいで止まっちゃうと思うんだけど、そうなんでフュージウォーターメロンを倒せない人はまあ先にレベル上げた方がいいと思うし、で一方で今ねこの実装初日でフュージウォーターメロン倒せる人って結構ガチ勢だと思う、ダークロード結構ダークロードやってるよねって人じゃないと倒せないと思うんだけど、そうでガチ勢ほどこのミッキーってそんなに魅力がないんだよね。今後またその新しいねカードとかも当然ながら実装されるだろうし、そう、それを考えていくとガチ勢の人はその例えば新しいカードが出たらガチャ回すだろうしね、でガチャ回して強いカードが出てしまえばもうその強いカードと入れ替えになってしまうので、遅かれ早かれこの弱物理攻撃であるこのミッキーは廃れるよね、廃れる速度も結構速いと思うので、まあやっぱここは無課金配布メダルっていうところもあって仕方ないのかなっていう面もあるんだけど、だからその辺の、まあ、労力に見合ったカードなのかどうかみたいなところは正直あるんで、これ皆さん本当自分のまあ強さもそうだし、まあ、自分の時間リアルの時間とかも気にしてその辺はちょっとねあのやるか本気でやるかどうか考えてみてほしいなと思う、これは。うん、ということでちょっと前置き長くなりましたけど攻略していきます。で今回も完全オートでやります。これは、うん、完全オート放置することも考えてね、だいたいこれずっと当然ながら100体も倒さないといけないので、ずっとこれ手動でやってんのって超しんどいからオートでやりますね、これは今回も。あ、そうだ、これよくよく考えたらこれやりながらでも喋れたなよくよく考えたらやりながらでも喋れるじゃん。そうで、雑魚敵はね特徴としては今回のねイベントは全部全ての属性が弱点になってますね、全属性弱点取れるような感じになってますね。これはやや親切めな設計になってて、まあ僕のレベルで言うと今ゼアノートのレベル26なんですけど、まあ3発4発で雑魚敵なら倒せるのかなっていう感じです。まあ、雑魚敵はいいんだよ、レベル15だからね。そうこれね初見の時さレベル15か、あ、まあこれぐらいが最初のイベントだから妥当だよねみたいな、これぐらいだよねみたいな感じでやってたらまさかのボスがヒュージウォーターメロンのレベル50っていうはと思ってレベル15から50そんな上がると思って、最初のイベントだよこれって思ったんだけど、ちょっとやっぱりあれだよね、さすがユニクロ運営だなって思うのがちょっとゲームバランスおかしいよねいきなり最初のイベントでレベル50出すと思って、多分これ最初のイベントだったらなんだろう、難易度設定してもよかったと思うんだよね。例えば初級中級上級みたいな用意して、中級だったら1匹倒せば2体分になりますよみたいな、で上級だったら1体倒せば3体分になりますよみたいな感じよかったと思うんだけどね。ほんとね、さすがユニクロ運営だぜって思ったよ。でヒュージウォーターメロンのボス戦に入りましたけど、
あのね、こいつはもう皆さんもここまででお気づきの通りだと思いますよ。これはあの物理攻撃がほぼ通らない、まあほぼ通んないというか、もう通んないって言ってもいいレベル、この26レベルでこの状態なんで、もうほぼ物理ダメージは無効化されてる。ほらゼロとか出ちゃうし、で一方で魔法攻撃、さっきのサンダーなんて435ですよもうね魔法ゲーすぎる敵のレベルが上がれば上がるほど、こっちのレベルが上がれば上がるほど、もう魔法ゲーすぎて、物理攻撃なんて使う必要がないよね。だからもう本当魔法カードを集めるゲームになっちゃってる、すでに。まあ今後ね、例えばあの物理防御が極端に低くて魔法防御が高い敵を出せば、またねあの物理攻撃復権というかゲームバランスまた変わるでしょうけど、少なくとも今の現行ね、このフュージュウォーターメロンで初めてのイベントで出たやつが物理防御全く高すぎて物理攻撃全く効かなくて、まあ、ほぼ魔法カードだけで戦うようなゲームバランスになっちゃってるのはおかしいよねそう、こんな感じなんですよ。結局魔法ゲーなんだよね。うんね、一応これ僕のデッキ改めて見ると、ジャノートレベル26で、であと魔法カードね、レッドノクターン、イエローオペラ、ブルーラプソディって感じで、まあ3つの魔法カードで、今もう1枚ね無属性の魔法カードとしてキーアートナンバー2があるんだけど、まああれ確率低すぎて普通の人はまあ持ってないし、もキーアートナンバー2当ててる人はね今んところまだ2人しか見たことない1週間このゲーム経つけど、まだ2人しか当ててる人見たことないんで、まあ考えないものとします。で今後もね魔法カード出ると思うんですよ、割とすぐ出ると思うんで、その今勝てなくても魔法カードさえ揃えば結構勝てる人多いと思うんだよね。ってところで、まだ期間もまあ1ヶ月あるんで、焦る必要は全くないんで、本気でやろうと思ってる人もね、とりあえず焦らずにまず、ゼアノートのレベルを上げて、それが魔法カード揃えてっていうところがもう前提条件になるのかな、基本。まあミニも当然、ミニはまあミッション、3かな、クエスト3クリアすればミニもらえるんだけど、うん、だからそうだよね、あの魔法カードが充実してから、新しいカードが実装されてから、まあ、やるっていう方法でも全然いいと思うしね。うん、で特別今回のイベントが BP 効率考えた時に悪いんだよね、経験値がめちゃめちゃ BP もらえるのが渋いので、そうそうそう、だから経験値稼ぎとしても悪いから、あんまりそう周回効率が悪いうちにやるのもあんま得策じゃないんだよね。だから例えば1ヶ月期間あるわけだから、2週間かけてゼアノートとかねカードを充実させてから、その後の2週間でまあ一気にあの効率よく周回してすぐ終わらせるみたいなやり方もありだと思うし、うん、正直僕もねこれレベル26ですけど、まあさすがに1ヶ月後だったらもう30超えてると思うんですよ、レベル。そしたら周回効率かなり上がると思うんだよね。で新しいカードも当然出てるでしょうし、その辺使えば、うん、例えば魔法カードとかが増えてくれればね、かなりそれだけでね、1枚2枚増えるだけでかなり楽になると思うから、今の感じ見るとね、そうリロードとか1回減るだけでもうかなり時間短縮になるし、で雑魚敵なんかもまあ多分レベル30ぐらいまでいけば2発くらいで倒せるようになるんじゃないかなっていう気がするんで、うん、だから今ね実装された初日にこうガーって頑張んなくても、他のねフリーバトルとかでちゃんとレベルとか上げてからやるっていう手も全然ありだと思うので、うん、そんな感じですかね。とりあえず経験値効率クソ悪いですこれだからそう、経験値目的で回すようなものでもないし、まあさっき言ったこのミッキーがね自分にとって必要かどうか、はは、でもみんな僕は必要だよねとは、まあミッキーは言うと思うけど、うん、正直っていうプラス10にすれば、まあそこそこは強いと思うよ。この序盤の状態ではね、威力24だからね。威力24まで上がれば、まあっていう感じなんだけどね。まあ、そんな感じです。といったわけでですね、あの、今勝てない人も、まあそんな悲観せずにね、この期間、1ヶ月中の期間で、ね、しっかりレベルを上げるってことが、まあ大事だと思うので、はい。そんなわけで、今回の動画ここまでで終わりたいと思います。
参考になった、面白かったぜって方、ぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。